はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の点の回転についてお送りします。で、前回が二直線のなす角やって、次点の回転なんですけど、ここ一問だけです。ポイントもないからめっちゃシンプルなんだけど、なのでもうこの問題ね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、確認してもらって、ちょっと厳しそうだなと思う子は、今からね、解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題ね、すごくシンプルです。だって、点 P っていう3の4のね、点 P があって、それを原点 O を中心として3分の2倍、つまり120度か、を回転させたところの座標を求めなさいって言ってるだけなので、まあイメージとしては3の4だから、まあこの辺にしとこっか。ここね、 P3 の4、これを120度ぐるって持ってきたところ、そこの座標を求めようって言ってます。で、これちょっとどこの証言になるかわからないんですけど、まあ、ちょっとこの辺にしとこうかっていうね、まあ、こうぐるって持ってくる感じで、この点を回転させる問題はもうやり方覚えてしまうのが一番楽です。はい。で、どうやるかっていうと、まず球求めたいんで、その球を xy 求めたいからね、まあ、こう置いてください。だからここが球が xy やと。で、次にまだ置きます。で、まずよいしょ、原点 O があって、 OP の長さを置きます。で、これ何の文字使ってもいいんですけど、まあ、この R にしようかね。 OP イコールこうやって R とすると、で、 R として、で、途中のこう、多分途中書かされることが多いと思うんだけど、特に定期テストとかだと。で、その後に同形 OP、 この OP のねですね、で、同形 OP と X 軸の、しかもね、正の方ね、 X 軸の正の向きになす角を α と置きます。これも文字はいいんですけど、まあ α ベータ使えば楽かなと思います。で、アルファと入るかな、すると、で、まあ、どういう状況かちょっと確認していきましょう。今言ったのはまず OP、 ここです。ちょっと書き込まないけど、この OP の長さを R としてるんだと思ってください。で、同形 OP、 これね、 OP と X 軸の正の向き、ここのなす角をアルファだから、ここの部分をアルファってしたんだと思ってください。で、そうすると何が起こるかっていうと、これですね、三角比の時にやった知識を使うんですけど、3と4、例えばどっちから書こうかな、アルファでいっか、 R コサインアルファ、いい？ R コサインアルファがこの3と一致します。で、しかも R サインアルファ、これが4になるんです。で、これはですね、例えばここに持ってこようか。こうやって三角形を作った、さっきと直角三角形を作った時に、もうダメね、三角形の時にやった知識ですけど、こうサインを書くように、あ、コサインの分かりやすい先に、コサイン書くとこうでしょ、 C 書くとね、ここ分のここです。つまりじゃ、ここをちょっとハテナにしていいですか。ここ R だから、 R 分のハテナがコサインアルファと同じだったよね。書いてみようか。R 分のハテナイコールコサインアルファです。こうね、C を書くようにっていう。で、両辺に R をかけると、ここに R が来る、消える。つまり、ここのハテナイコールアルファコサインアルファになります。間違った。R コサインアルファになります。で、ここの長さっていうのは今3と同じです。だから、R コサインアルファが3と一致すると。これ三角比でやったやつだね。で、同じようにサインの方を持ってくると、サインはここ分のここです。つまりこっちをハテナってすると、 R 分のハテナ
がサインアルファと一緒、つまり同じように R を切るとこれになります。その時の知識を使っている、だからこうなります。で、後々使います。これちょっと置いといて、で次に Q についても考えます。で、ここは細かく書く、まあ学校の先生がね細かく書くようだったらいいんですけど、自分は同様にとかを使ってしまうので、で同様に今度は同形 OQ です。ちょっとペン先がごめんね、乱れてて見にくいかな、見えるかな、大丈夫かな、ちょっと乱れてるけど、で同形 OQ についてこれね、よいしょ、色をちょっと多用して申し訳ない、よいしょ、 OQ こっちでしょ、で同じように考えるとここです。これもともとアルファです。でここ3分の2倍移動してきてるんで、ここがアルファプラス3分の2倍になります。アルファプラス3分の2倍で同じように考えてやると、ここね R コサインと R サインをやることができるので、 R コサインで今度はアルファプラス3分の2倍です。ちょっと第二象限持ってってるんでね、分かりにくくなっちゃいましたけど、R プラス3分の2倍で閉じて、それが X 座標と一致します。これあれだね、ちょっと第二象限持ってっちゃったんですけど、例えば回った後に Q がここにいるとします。そうするとこっちの方が分かりやすかったな、こう持ってって、ここがアルファ足す3分の2倍で、同じように直角三角形で考えるとできると、イメージはね。でそれが X と一致すると、ここで、こっちがアルファ、あ、まあ、R サインアルファ足す3分の2倍で、それが今度 Y 座標と一致するから Y になります。ちょっと色変えちゃいましたけどね、そこね。でここで見るとコサインアルファ足すベータになってんだよ。こっちサインアルファ足すベータ、ベータじゃないけどね。だから加法定理が使えるんだよね。で加法定理で崩します、この後。で崩していくと、一応書こうか、加法定理より、さて入るかな、ギリかな。まずこっち崩します。崩すとここがコサイン、あ待って、コサインコサイン、マイナスサインサインでしょ、コサインのねやつは。だからコサインアルファコサイン3分の2倍で、こっちがマイナスサインアルファサイン3分の2倍で、それに R が配んなきゃいけないから、こっちにも R、 こっちにも R が入る、でこっち X ねってなるので、この後何が起こるかっていうと、あ間違ってる、あ、アルファだね。でここ R コサインアルファって今ここと1って3なんだよね。ここ3って置き換えられる、こうやって。でコサイン3分の2倍はコサイン120度でしょ。でコサイン120度ってマイナス2分の1だから、これやっべ、入るから、ここはまずマイナス2分の3になります。マイナス2分の1かける3で、それに R は消えてるからいいね、こうなるね。で今度はこっち R サインアルファ、これは4と同じです。でサイン120度は2分のルート3です。だからかけるとマイナス2ルート3になります。約分されるからね。でまあこの状態でも別にこれはイコール X だからさ、いいんだけど、まあ、まとめてしまえば、ちょっとごめんね、この板書書く量ないから右に行くわ。 X イコール、まあ、分数でまとめるか、マイナス前にくくり出して全部2分の2乗っけるかね、乗っけると3で、こっちが4ルート3か。これ答えの書き方はね任せるけど、座標を求めるから最後まとめなきゃだ。よっしゃ、ちょっとグダグダでごめんね。
で、待って、マイナスでくくり出したから、ここがプラスになるのか、これで。といった感じです。これがまず X 座標ね、これだけでまだ。で、もう一個 Y 座標の方やると、今度こっちです。で、同じように崩します。サインの公式でね。で、サインの公式はサインコサイン、プラスコサインサインになるから、さて、入るかな。一応ここで勝負するか。R、サインアルファ、ここね。で、コサイン、3分の2倍プラスさっきと同じように R を配ってるから R コサインアルファサイン3分の2倍イコールで Y だからね Y となります。で多分下がこれ微妙だな。でここがまた同じ R サインアルファこっち4です。でこれがマイナス2分の1だからマイナス2になります。ここがまずでこっち側 R コサインアルファは3だね。でサイン3分の2倍が2分のルート3なのでプラス2分の3ルート3でイコール Y になります。ここまでギリか。ちょっとごめんね、下の方がぼやけちゃってるね、申し訳ない。これちょっとさ、ごめん、画面をねちょっと設定変えていいですか。撮りながらで申し訳ないんですけど、いけるかな。よいしょ、これで治ったかな。ちょっと良くなってればいいんですけど、ごめんね。で、これも通算するか。で、まとめると Y イコールまあ2分のだな。で、両方マイナスじゃないから持ってこなくていいから2分の、ここがまずマイナス4で、プラス3ルート3となります。で、X 座標、Y 座標両方出たので最後9だね。だから答えここがいいか。 9X 座標があれなのでマイナス2分の3プラス4ルート3とこっち2分のマイナス4プラス3ルート3とこれで終了になります。このまとめ方はちょっと任せますけどね、この2がちょっと切れてるぐらいか。これでいいかな。といった感じ。すごい問題はシンプルで、やり方もこのパターンで決まってるんだけど、こっち置いてこう置くと。で、移動先も同じようにやると。で、移動先の方を崩して、前に出したやつを代入して求めればいいよっていうパターンなので、まあ、ぜひね、パターンとして覚えてしまうと楽かなと思います。では、今回は高校数学数2の点の回転についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からまた加法定理に戻ります。で、加法定理の応用、まあ2倍角とかね、そういったのを取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。